アリア社長と姫社長とマー社長がお鍋を作ってくれることになりました。私たち社員の日頃の働きをねぎらってくれるんだそうです。今日は冬ならではの雪見鍋、今から楽しみです。アリア・ジ・オリジネーション、ドラマCD第1巻、ナビゲーション4、シャチョーズ、お鍋グツグツ。アリア社長のもちもちポンポンはお餅じゃありません。それでは早速お料理開始ですね。ボイキャイ。姫社長がお野菜を切ってます。すごく上手です。切った野菜をお鍋で煮込むんですね。大根の登場です。雪見鍋は大根おろしをたっぷりかけるんですよね。まあ社長が大根を手にして、大根おろすはずなのに まな板に叩きつけてます。アリア社長からツッコミが入ったようです。今度はノコギリで、またアリア社長からツッコミが。今度は大丈夫でしょうか。なんか気迫な雰囲気に。大丈夫でしょうか。